の耳からは結構急な下りです。こうずっと行って北の耳に向かいます。その後はずっと来て、これがゼブラ山。降りてきました。まだ平らになって歩きやすいです。北の耳もちょっと急登です。北の耳の登りやっぱり急です。下から見て急だったけど、上から見てもやっぱり急だ。で、当然登ってみたいと急だった。ああ、もうね、車もあんな向こう随分来ました。で、こっちが八島湿原。北の耳行ける。やった。はい、お疲れ様。はい、向こうが大笹山で、この先が分岐。今日は左に行ってゼブラ方面に向かいます。うん、あ、姫路山まだ向こうにあるんだ。へえ。で、この看板が八島って書いてあるのか。おお、八島湿原か。なるほど。はい、ここは綺麗な笹原です。気持ちがいい道です。ちょっと紅葉が始まってる感じだな。すごい勢いで降りていってます。あっという間に離されちゃいました。どこまで行くんだ。おーい、こんな向こうまで行っちゃった。ああ、やった。ああ、疲れた。はい、お疲れ様。ああ。ああ、すごい、よく頑張りました。疲れた。車山どっちだ、こっちだ。方向感が違ってる。ああ、耳が2つ。ゼブラ山で食事してこれから後半です。綺麗なススキの小道を下っていきます。一回ほど降りて、この辺の長々見山、どこだ、わかんないな。すごい量、こんなにいっぱい。うん、誰かが栽培してんのかね。合流しました。はい、さっき言ったゼブラ山ずっと降りていきました。で、湿原の手前まで行ってまたぐーっと上がってきました。今このまま長々見山に向かってます。後半の登りは
結構大変です。後ろは八島湿原。結構やってきました。杉も可愛いです。今ね。うん。そうなの？撮れた？やったじゃん。また咲いてる、こんな可愛く。やったよく見える遠くまで見える。おお、さすが物見屋だね。とっても広々。早い、早すぎるでしょ。おい、置いていかないでくれ。ど真ん中みたいなとこだよ。そっか、どれどれ。だからこれなんか湿原ちょっと湿っぽいのかな。山頂見えてきました。もうちょっとです。あ、待ってそれ看板じゃないよ。あれ？山頂？山頂？あっちだ。こっちか。こっちですか。ちょちょみやま。やったね。重たい。おお、やった。ついに来ました。お疲れ様でした。おお、かっこいい。清見山からの下りです。下って湯行きまで行って駐車場まで行きまでやってきました。最初の分岐、ここを曲がってはいけません。あと10分登ってそれから回ります。そうするとドラバースの道があります。今日はすごく早いな。もうあんなに行っちゃった。はい、最後の分岐までやってきました。いやー、結構かかったね。遠かったね。うん、こっち。頂上見山。はい、一周帰ってきた。あんだけの帰って。え、それ枯れてんの？枯れてないよね。枯れてないけど、あんだけ元気ないんじゃない？なるほど。